子と皇と聖霊との皆によりて、アーメン。親愛なる兄弟の皆様、すると救われるのはどんな人だろう。人にはできぬが、天主にとってはそうではない。天主にはできないことはない。マルコ10章。トリエンテ国会議は、特別な啓示がなければ、私たちはこの世において自分の旧礼予定を確信することはできないと宣言しています。この特別な啓示を別にすれば、誰も自分が最後まで良い行いを貫き通すかどうかを知ることはできません。とは言うものの、人が最後まで貫き通す一種道徳的な確信を与える旧礼予定の印があります。旧礼予定の印、徳のある生活、心腹発端の精神による。心の貧しい人は幸せである。弱い人は幸せである。悲しむ人は幸せである。正義に飢え渇く人は幸せである。憐れみのある人は幸せである。心の清い人は幸せである。平和のために励む人は幸せである。正義のために迫害される人は幸せである。天主の国はこれらの人のものである。1. 謙遜。 2. 絶え間ない祈り求めよ。そうすれば与えられる。 3. 敵への愛、苦しむ者への憐れみ。 4. 天主への愛のために苦難に耐えること。重い十字架を忍耐強く担うことは旧礼予定の大いなる印である。霊魂のための不屈の熱意。一人の罪人を迷いの道から連れ戻す人は自分の霊魂の力すごい多くの罪を消す。ご聖体、私たちは救われるためにご聖体に増します。私たちの主を受けなければなりません。人のこの肉を食べす、その血を飲まなければあなたたちのうちには命がない。すべての人はご聖体を少なくとも霊的にいただくように、すなわちこの席を受ける願望、あるいは憧れを持つように義務付けられています。なぜならこれはキリストに一体化されたことだからです。さらにご聖体を経験かつ一般に配慮をすることは旧礼予定の印です。この席はすぐに私たちを栄光に導くのではなく、私たちに栄光に至る力を授れるのです。これは旅路にかてヴィアティクムと呼ばれ、列王記に記されたことの型取りです。エリアは飲食し、その食べ物の力によって天主の山オリブまで四夜歩いた。キリストの聖体の祝日の天礼は
こう宣言しています。恩賞で満たされ我らに将来の祈りの聖約が与えられる聖なる宴よ。ふさわしい聖体配慮の主な効果は、ある程度まで天国を前もって味わわせることであり、実際私たちが将来至福直感で愛によって天主との一致に預かることの期待であり、聖約である。聖体は私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を有し、終わりの日にその人々を私は復活させるというキリストの約束によって、我々の栄光の復活と永遠の幸福の誓約なのです。イエスの御心をたたえ、教会の初金曜日に信心を私たちが行うときは、国会に行き、なおかつご聖体を受けなければなりません。童貞聖マリアへの信心。すべての聖人が聖母への信心は、旧礼予定の印であることを証言しています。マリアへの愛とマリアへの信心は、永遠の救いを得る確実な印である。聖ベルナード。マリアのしもべの印を持つ者は、すでに命の書に書き記されている。聖ボナベントゥラ。聖母への信心は、救いに必要である。聖なる童貞への敬意と愛を持たないことは、間違いなく天主から見捨てられた印であるが、聖母への全面的かつ誠の信心を持つことは、旧礼予定の揺るぎない印である。聖ルイ・マリ・ドモフォルト。聖マリアへの誠の信心は、旧礼予定の最も活実な印の一つである。しかし、その信心は誠のものでなければならない。なぜなら、もしそれが偽りのものならば、その目的には役に立たない。それはお金に例えることができる。もし本物でなければ、偽造したものであれば何の価値もない。聖アントニオ・マリア・クラレット。マリアへの誠の信心は、効果的に救いに導く。なぜなら、マリアは最後まで貫き通す恩寵を求めて、主実にご自分に祈りすべての人のために、その恩寵を獲得することがおできになるからである。このため、聖母への誠の信心は、一般に旧礼予定に印の一つとみなされている。この格好とした希望は、マリアの偉大の取り次ぎの力と、マリアに祈り求める人々に対する特別な愛に基づいている。聖アルフォンソによれば、自分の生活を改めたいと願い、天主の母を主実にたたえ、そのご保護に身を
委ねる人々が失われることは秩序ありえないことである。生活を改めたいという真剣な願望を持たない人々は、もちろん見かけ上は聖母への一種一種の信心を守っていると いう事実を旧礼よての可能性の高い印とみなすことはできない。しかし罪を捨てようとしてマリアに助けを求める罪人は、マリアがその罪人を失踪を死亡させないことを知るであろう。私のロザリオの信心は旧礼予定の大きな印です。聖ドミニコと福写アランに与えられた。カルメルさんのスカプラリオ、これを身につけて死ぬ者は救われるでしょう。マリアの汚れなき御心をたたえて、国会と聖体拝礼をする、五回連続な初土曜日の信心。結論、旧礼予定は神秘です。聖聖の恩賞の様態で死ななければ誰も天国には行けません。自分の過ち以外からは誰も地獄に行くことはできません。救いの絶対的な確実性はありませんが、事実上の確実性はあります。四つの旧礼予定の印です。大人は永遠の命に値するものとならなければいけないのですから、旧礼予定は私たち自身の努力を余計なものにするものではありません。ある日、自分の救いに関して不安に襲われて、しばしば希望と恐れの間で揺れ動くある人が、悲しみに打ちのめされた時、ある教会の祭壇の前にひざまずいて謙遜に祈った。これらのことをマクソしながら彼はこう言った。ああ、ただ私が終わりまで忍び通すかどうか知りたいものだ。彼はすぐに心の中で天主の答えを聞いた。あなたはそれを知ったらどうするつもりなのだ。その時しようと思うことを今行い。そうすればあなたは全く安心であろう。親愛なる兄弟の皆様、私たちは涙を内に震えながら、自分の救いを全うしなければなりません。死ぬまであなたが忠実であれば、私はあなたに命の冠を与えよう。そして私たちはしばしば天国を黙想し、天国を待ち望まなければなりません。いつ私は行って天主の御顔を仰げようか。目がまだ見す、耳がまだ聞かす、人の心にまだ思い浮かばす、天主がご自分を愛する人々のために準備されたこと。アメン。使徒、皇と聖霊との御名によって。アメン。